はい、皆さんこんにちは。今日はプロクリエイトを使ってこういう立体感のあるレタリングの作り方を紹介していきたいと思います。でもうちょっとでねハロウィンなんで、こういうハロウィン仕様のレタリングを作りたいと思います。で今回はこうやってレイヤーを複数重ねて作ってるので、レイヤーの使い方を見てほしいのと、あとはマスクの使い方ですね。ちょっと特殊な使い方をしているので、それを見てほしいなと思ってます。で今 iPad Mate の方でですね、みんなでハロウィンカードを作ろうっていう企画をやっててですね、すごいたくさんの人がこの iPad Mate、 今スラックで運営してるんですけど、このスラック上にこのハロウィンカードをねたくさん投稿してくれてて、もうみんなすごいレベル高いんですよ。これとかね、ささめさんっていう人が書かれたんですけど、めちゃくちゃうまくて、もうみんなびっくりって感じなんですけど、他にもね、いろんな手法でいろんなアプリを使いながらこうやってハロウィンカードをね作ってくれてるので、これはまた今度ですね、みんなの作品をまとめてサイトとかに出す予定なので、そこでねちょっと紹介させていただければと思ってます。で今回はこういうね作品とか見てたら、私もちょっとハロウィンっぽいのを描きたくなったので、プロクリエイトでこのレタリングを描いていきたいと思います。ハロウィンまであと2週間なのでね、ぜひこれを見て一緒に真似してもらえると嬉しいです。はい、じゃあプロクリエイト立ち上げて、キャンバスサイズは何でもいいです。皆さんが好きなサイズで始めてください。で一番最初ですね、テキストを追加していきます。ハロウィンっていうねテキスト、アルファベットを追加していくので、その時は設定項目の中のプラスボタン、追加っていうところにテキストを追加っていうボタンがあります。でこれを押すとカラーボックス のテキストが出てくるので、ここでアルファベットを打ってください。で文字のサイズとか、あとフォントを変えたいときは、ここのスタイルを編集っていうボタンを押すと、スライダーが出てきてサイズを自由に変更したりすることができます。でこの左側にフォントっていう項目があるので、ここで、好きなフォントを選んでいくんですけど、このプロクリエイトの中にフォントを入れ込む方法っていうのはですね、以前だいぶ前ですけどチュートリアル1本出してるので、それはですね概要欄の方に載っけておきます。プロクリエイトで自分の好きなフォントを使いたい人はそれを見て使ってください。で今回はですね、このムロかな、ムロっていうフォントを選んでます。でサイズ変形してカーニングも選べます。カーニングは文字と文字の間の幅です。で文字の色を変えたいときは、文字を一旦こうセレクトして、その状態でこのカラーピッカーから好きなところの色を選んであげると、自由に色を変えることができます。で文字のサイズ変える方法なんですけど、さっきのスライダーのやり方でもいいんですけど、左上に矢印マークがあるので、こっからでも後からサイズ変形できるので、どっちでもいいのでやりやすい方でやってください。で次なんですけど、この文字に対してちょっとねテクスチャーというかザラザラした表現を加えていきたいので、この文字の上に新しいレイヤーを1個作ります。で選択すると、この中にマスクをクリップっていうボタンがあるので、これを押します。でこの状態でちょっと色はね濃い色を取って、さっきのこの追加した上のレイヤーですね、このブレンドモードを焼き込みリニアか焼き込みどっちでもいいです、どっちかに選択してください。でこの状態でブラシをノイズブラシっていうブラシがですねデフォルトで入ってるので、これを見つけてこのノイズブラシ選択して、この文字の上からこうやってさーってなぞってあげると、この文字の上だけにテクスチャーがかかったような感じになります。でこれはさっきのマスクをクリップっていうのに設定してるからなんですけど、マスクをクリップ選択してると、この下になってるレイヤーだけにテクスチャーがかかったような表現になります。ちょっとこれね説明するのは難しいんですけど、これも以前にマスクをクリップの解説動画出してるので、それ概要欄の方に載っけておきますね。で次です。次はですね、このテキストレイヤーとさっき追加したノイズのレイヤーですね、これを一つに統合してまとめてしまいます。でまとめる前に、このテキストレイヤーはですねバックアップとして一つ下に置いておいてください。で一旦非表示にしてます。でこのテキストとノイズのレイヤーをグループ化して、でここグループ選択するとですね、フラット化っていうボタンがあるので、これを押すとこのグループの中に入っているものが全部ガッチャンコされて一つのレイヤーにまとまります。でここからですねちょっとレベルを上げていきます。
文字の一部を切り抜くっていうのをやっていくんですけど、このハロウィーンの E っていう部分だけを違うレイヤーとして切り抜いてしまいます。まずセレクションツールで選択してあげて、選択できたら、3本指を使って上からシュッとなぞってください。でそうするとカット&ペーストっていうボタンが出てくるので、これを押すとですね、レイヤーがこんな感じで違うレイヤーに分かれてくれます。ハロウィーンのところから E だけ切り抜かれて違うレイヤーとして新規生成されてます。でこの要領でですね、このハロウィーンの文字一文字置きずつこの切り抜き作業をやっていきます。で今 E を切り抜いたので、次1個開けて L の文字を切り抜いていく。で次 W を切り抜いていきます。でこの作業が終わるとこんな感じになりますね。上の切り抜いたやつはグループ化してください。でこっからがですね、ちょっと今日の見せ場になります。マスクの使い方について解説しておくので、マスクを知りたい人はぜひしっかり見てください。でまずですね、このハロウィーンの、テキストの間に1個新しいレイヤーを挟みます。でここにレタリング文字を書いていくんですけど、まずですね、このレタリング文字のカラーを決めていきます。で今回は紫色のカラーにしたいので、ブラシ何でもいいです。ソフトブラシかな、今回はソフトブラシ使ってこの間に紫のベタを敷いていきます。で全部一色のカラーでもいいんですけど、ちょっと変化つけたい人はこうやって色変えてまばらに塗っていっても大丈夫です。でここからちょっと歪みっていうツールを使って遊んでいきます。このプロクリエイトのね、歪みっていうツールめちゃくちゃ面白いのでぜひ使ってほしいですね。調整パネルのところに歪みっていうボタンがあるので、そこを押すとですね、こんなパネルが出てきて、左回りに渦巻きっていうボタンとかがあるので、これを選択した状態でこうやって画面をタッチすると、こうぐーっとね回転していくというか、こうマーブルみたいになっていきます。でこんな感じで自分の好きな模様をね、作っていってください。で現状がこんな感じになりますね。文字と文字の間にこの紫のマーブルがかましてあるような感じです。でこっから、レタリング作っていくんですけど、まずこの紫のレイヤー選択して、この中からマスクっていうボタンを押します。そうすると白いのが上に出てくるんですけど、この状態で黒のブラシを取って上からなぞってあげると、この紫の一部が非表示になります。で逆に白でなぞってあげると、復活するというか表示されたような状態になります。黒が非表示で白が表示です。なので、まずはですね、この黒スポイトで黒取って画面に放り投げます。でそうすると全部非表示になるんですよ。わかりますかね。でこの状態で、白のブラシを取って上からレタリングを書いていきます。そうすると文字のところだけが紫で浮かび上がってくるような表現になります。でここから書いていくんですけど、今回使うブラシはですね、アミティスクリプトブラシっていう私が作ったブラシの中にドルフィンっていうブラシがあるので、それを使っていきます。でこれまだ持ってない人はですね、私の EC サイトが概要欄の方に載ってるので、そこからこの、スクリプトブラシを買うことができます。文字をかっこよく書きたい人にはね、すごいおすすめのブラシになります。バナーとかチラシとかポスターとか、あと SNS のアイコンとかね、何でもいいんですけど、まあそういうところでこうおしゃれな文字をね、サクッと書きたいとかいう人いると思うんですけど、そういう人にはすごいおすすめのブラシになってるので、よかったらね見てみてください。でその中にドルフィンっていうブラシがあるんですけど、これを使うとすごい滑らかな、こんな感じのね、ザ・レタリングみたいな文字が書けるので、今回はこれを使ってちょっとなんていうかな、綺麗めに書いていきたいと思います。でレタリングかけたらですね、背景色黒にしていきます。背景黒にして、このレタリングの文字自体もですね、後からサイズ変形とかできるし、あとは色、今紫色ですけど後から緑にしたいなと思ったら、調整レイヤーのところから色相サイド明るさっていうパネルがあるので、ここから後からいくらでも色を変更することができます。
で最後ちょっと文字にシャドウを加えて立体感をつけて終わりたいと思うので、この下のハロウィンの文字の1個上に新しいレイヤーを作って、ここにシャドウを描いていきます。でこれはですね、さっきと同じようにマスクをクリップっていうやつをオンにしておいてください。でこの状態でブラシはソフトブラシを取って、ちょっと濃いめの色、オレンジの濃いめの色を今取って、このシャドウになるであろう部分にですね、ちょっと塗っていくっていう感じです。で今日何回も出てきてるこのマスクをクリップなんですけど、このマスククリップオンにしてると文字の外側を塗ってもはみ出さないように塗れる設定なので、それは気にせずこうファーってね塗ることができるので、マスクをクリップは絶対にオンにしておいてください。でこんな感じでね、最後仕上げていきます。はい、ということでこんな感じで完成になります。最後ねちょっとトリミングだけしてカードっぽくして仕上げました。で今日なんですけど、このプロクリエイトのね細かいティップスみたいなのをたくさん紹介したので、ちょっとパニックになってる人もいるかもしれないんですけど、ちょっと中級者向けに今日は作ってます。で初めての方にも分かりやすいような解説動画は以前にもたくさん出してるので、再生リストのところからプロクリエイトの使い方っていうところ行ってもらうと、たくさんプロクリエイトのチュートリアル載ってるので、そこからね見てみてください。で今日はですね、 iPad Mate の方、このプロクリエイトのデータを共有しているので、よかったらダウンロードしてもらって、レイヤーの構成だったりとか、あとはマスクの使い方ですね、この辺を見ておさらいしてもらえると嬉しいなと思ってます。であとはね、このハロウィン企画ですね、ハロウィンカードの企画、もうちょっとで締め切りなので、皆さん頑張ってお待ちしております。はい、では今日は以上にしたいんですけど、もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンもお願いします。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。